動画をご覧いただきありがとうございます。メンタルコーチのシモンです。本日40歳の誕生日を迎えたということで、今回は1年間を振り返る動画になります。僕が9月8日生まれなので、去年の9月から今年の8月までを振り返りながら、どのような活動をしていったかというところを今回お話ししていこうと思います。当時の YouTube の動画を流しながらお話をしていきます。去年の9月は岡山県でセミナーをしていました。この時行っていたのは自己理解ということで、自分らしく生きるというセミナーをしていたんですね。内容としては、自分の価値観をどのように考えるか、自分の強み弱みをどのように見つけるか、価値観と強み弱みを考えた上で、どのような行動が自分にとって最適な行動かというところをお話ししていたセミナーだったんですね。僕にとってはオフラインでのセミナーというのは初めての体験だったので、すごく緊張したし、学びになったし、楽しかったなという記憶があります。自己理解については今後 YouTube でまたお話をしていこうかなと考えています。10月は初めてフルマラソンにチャレンジして完走したというところですね。一昨年の12月から運動を始めて、去年の5月からランニングの練習を始めて、10月にマラソン完走ということで、僕の中では計画さえ立てていれば結構余裕でいけるんじゃないかなと思っていたんですが、実際にはレース当日に足は痙攣するわ、制限時間タイムギリギリだわということで結構大変でした。練習も結構しんどかったし、本番も結構しんどくて、僕はどちらかというと忍耐力はそんなにない方なので、マラソンは思ったよりも大変でした。現在もランニングは続けていて、11月に岡山マラソンに出る予定です。11月はオフラインや人前でより話す力をつけるために、セミナー形式の動画を増やしました。セミナー形式の動画っていうのは、テロップを用意せずにスライドの資料だけを用意して、そのスライドをもとにお話をするというふうな練習を YouTube でしていました。この時に出した幸せの方程式という動画は、眠れるようになったよという方がたくさんいて、僕にとってかなり印象的な動画でもあります。睡眠の動画で眠れるようになったよという報告を多数受けて、本格的に睡眠の勉強を始めた頃ですね。これまでは市販の本をもとに睡眠の勉強をしたり、自分の体験をもとにお話をすることが多かったんですが、11月から本格的な睡眠の知識、睡眠における脳の仕組みであったりだとか、ホルモンの仕組みであったりだとか、僕の体験だけではなくて、子供の睡眠、女性の睡眠、高齢者の睡眠という風に、睡眠の知識を幅広く広げていったという時期ですね。12月になると、勉強した睡眠の知識をもとに、睡眠の動画を複数出して、なんとなくという理由で睡眠検定1級を取りました。運動の考え方も、スタミナをつけよう、スピードをつけようという風に、日常生活で使いやすい体づくりの運動をよく始めました。クロスフィットと呼ばれる筋トレと有酸素運動の複合運動だったり、ヒートと呼ばれる高強度の有酸素運動だったり、あとはダンベルとかバーベルもたまにはやっていたんですが、基本的には自重トレーニングですね。自分の体重を使った腕立て伏せやスクワット、そういった運動をすることが増えた時期ですね。年が明けて1月はかなり苦しい月でした。急に食物アレルギーにとても苦しんでいて、牛乳がダメ、小麦粉がダメ、一部の野菜がダメ、一部の果物がダメ、あと卵も少々厳しいという風な状況になっていました。アレルギーなので今も続いてはいるんですが、当時よりは今は軽くなっているところです。ただ小麦粉を食べると体調が悪くなってしまったり、呼吸が苦しくなったり痒くなったりするというのがあったりするので、好きだったパンや麺類が食べられなくなったのはかなりしんどいですね。たまにご褒美で月1ぐらい食べるようにしているんですが、次の日しんどいなぁとなっています。あとは体力の回復という意味では、野菜がすごく制限されたことが今でも結構大変ではあるんですが、最近ようやく自分が食べられる食材というのが分かってきて、食べられる食材の中で体調管理をする方法がだんだん身についてきたので、最近はかなり元気に暮らしています。2月は木比地マラソンで10キロ走ってきました。先ほどの食物アレルギーもあって練習があまりできなくて、どうしようかなというところではあったんですが、木比地マラソンの3日4日前ぐらいから食物アレルギーに対する対処がうまくできるようになっていて、当日もやや体調不良だったんですが、なんとか力を発揮することができました。3月になると YouTube ライブにチャレンジをし始めました。最近も YouTube ライブをしているんですが、通常の YouTube の配信だとどうしても編集ができてしまうので、いまいちお話しする力がつかないなというところがあったんですね。もっとリアルで使えたり、より自分の話すスキルというのを上げたかったというのもあって、YouTube ライブを始めました。
最近でも YouTube ライブはしているんですが、時間の関係で継続的にできていないというところが現在の課題です。4月には眠育ということで子供向けの睡眠セミナーを始めました。今まではどちらかというと自分に近い人に対する知識の発信というのが多かったんですが、自分の持っている知識でどういった人が助けられるか、どういった人に役に立つかなというところで、子供をサポートされているコミュニティの方からセミナーの依頼を受けて眠育、子供向けのセミナーをしてきました。5月になると上級睡眠健康指導士の資格を取りました。この時大学の先生の講義、研究者の方の講義があったんですが、とても面白くて、僕は学生時代不登校があったり、学校に行けていた時も結構休みがちで、学校の勉強ってそれほどしてなくて、先生が教えられる学びに喜びを感じたことはなかったんですが、この上級睡眠健康指導士の講義を受けた時にものすごく面白いと思って、この頃からより深く知識を高めていこうということで、英語サイトの情報を拾うようにしたり、論文をある程度見るようにしたり、もっと専門的な情報を拾いながら知識を深めていくということを始めました。僕の学びという意味では大きな転機となった一つですね。6月になると深く学び始めた知識をもとに、 YouTube でもやや深めの知識を話すようになりました。やや難しめの知識を分かりやすく伝えるというもとで今も頑張っているんですが、今後もよりためになる、より使いやすい知識というのを発信していきたいと思っています。7月になると食生活アドバイザーの資格を取りました。取った理由としては、人から食生活の質問を受けたり、ダイエットの質問を受けたり、食に関する質問を受けることが増えたからです。それまでは自分が持っている自分のための食の知識をもとにお話をしていたんですが、食生活アドバイザーの勉強をすることによって食の知識が広がって、より一般的な食事の話もできるようになってきました。一般的な食の話ができることによって、今まで僕が持っていたカロリーの質であったり、意識していたタンパク質の効果だったり、ビタミン、ミネラルだったり、食に対する知識が以前よりも深く理解できるようになってきたので、食事もお話ししやすくなってきました。そして8月、先月ですね、 YouTube で動画のメンバーシップを、ノートで文章のメンバーシップを始めました。YouTube のメンバーシップはこれから広げていこうと思うんですが、ノートのメンバーシップの方では現在は毎日自分にとって良かった知識、人のためにもなるなぁと思う知識を毎日一記事ずつ書いている状態です。そして今月40歳の誕生日を迎えたというところですね。今年は11月に岡山マラソンを走るというところはあるんですが、特に明確な目標というのはなくて、新しいスポーツに挑戦したいなとかはあるんですが、まず最近始めた文章で情報を届けるというところと、 YouTube でもっと良い知識を配信したいというところをまず整えていこうと考えています。ということで今回は40歳になったよということで、39歳の1年間を振り返るという動画でした。おそらくこの動画は再生数が伸びないので途中で限定公開になると思います。それではまた次の動画、あるいは次のライブでお会いしましょう。それでは失礼いたします。